電着金属の性質。電着金属の表面では結晶核の成長のほか、結晶同士の競争でいろいろな場面が見られます。結晶核がゆっくりと成長すると緻密な結晶となります。結晶核の成長が滑らかでないと小粒の結晶となります。また電流密度によって結晶の形が違います。電流線の向きに結晶粒が繊維状になることもあります。溶液の濃度を一定にして電流密度を変えると結晶核の発生、結晶核の成長はグラフのようになります。電流密度を一定にして金属イオンの濃度を変えると結晶核の発生、結晶核の成長はグラフのようになります。十分に濃い溶液から電着するとき条件によって結晶の大きさが違ってきます。今電流密度 D1 で電解しているところにある原因で電流密度が D2 に変わったとします。曲線の傾きが小さいほど電圧を高めるのに大きな電圧がかかります。そのため1より2の方が電流が均一になりやすくなります。電解液の組成で電着性が変わります。極の近くは均一に電着し、極から遠くなると電着が悪くなります。電着についての式があります。陰極での反応、1、2、3、4の反応が考えられます。陰極では電位の高いものほど放電しやすく、最も起こりやすいものが起こります。競合します。金属の電位と水素イオンの電位とで金属が出たり水素ガスが出たり両方が出たりします。共存金属を電解で電離してみましょう。電位の式はこのようになります。陰極の電位と電流密度の関係です。 EA が EB より高いとき A だけが出てきて B は出てきません。 EA と EB とが等しいとき AB ともに出てきます。図のときは A がより多く出てきます。イオンの種類を変えて図のような曲線となるときには電圧の値で A が多くなったり A が少なくなったりします。陽イオンの同時放電、陰極の電位が等しいとき2つの陽イオンが陰極から発生します。その量は点 A、点 B、点 C に着目すると陽イオン X の量は4で、陽イオン Y の量は5で表されます。 EA と EB とが等しいとき6より7となります。同イオンと亜鉛イオンとでは8よりその活量の比が極めて大きくなります。同時放電は考えられません。陰極での現象、主に次の4つの反応が考えられます。放電電位の一番ベーシックな反応が起こります。
ルーテルの法則、陽極王鉄、電解液を塩化第一鉄溶液とします。平行電位は反応ごとに E1、E2、E3 とします。不可逆反応がなければどの経路を通っても結果は同じと考え、 E1 は E2 と E3 の真ん中になります。鉄イオンの活量で電位の順位が決まります。活量の比が小さいとき反応〇2が起こり、活量の比が大きいとき反応〇3が起こります。ある定数のとき鉄および鉄イオンの平衡が成り立します。酸化皮膜、陽極では酸化皮膜を生じることがあります。その原因はこのように考えられます。不動体、金属には何らかの原因で溶液に溶けなくなる現象があります。例えばこのような例です。電気分解でもその例があります。硫酸中でニッケルを電気分解するときです。はじめニッケルイオンとして溶液に溶けますが、ある電位で溶解が止まります。そしてまたある電位になると今度は酸素ガスを出しながら電位が上がります。そこで電位を下げていきます。不動体が保たれます。不動体は鉄、ニッケル、コバルト、クロームに見られます。陰イオンの種類で作りやすさが異なります。不動体を作る原因は被膜による説、電子の配置による説があります。不動体ができる時の電位と電流密度との関係です。不動体となる電位をフレイデ電位と言います。電解研磨、機械的に金属表面を磨く時、研磨剤が金属の中に入り込み、金属の純度が変わってきます。そこで電解研磨することで金属表面の凸凹を小さくできます。電解研磨での電位と電流密度との関係です。腐食は極部電池で起こります。水分で起こるとき、高い温度で起こるとき、機械的に起こるときなどがあります。亜鉛と鉄との電位差で極部電池が起こります。同じ金属でも歪みなどで自由エネルギーの差ができて極部電池が起こります。酸素濃度に差がある時にも起こります。温度の差で極部電池が起こります。腐食反応の電位と電流との関係です。腐食電位は自然単極電位です。その時の電流が腐食電流です。問題1、塩化カリウム溶液に浸した塩化銀、銀電極の電位は飽和環光電極に対して何ボルトですか。問題2、亜鉛の電気メッキはアルカリ性溶液で行います。酸化還元電位からその理由を述べなさい。問題3、鉄イオンと銅イオンを含む溶液では
どのような反応が起こりますか。反応式を示し、その理由を述べなさい。はじめのイオン濃度は同じとします。